北カミング、やっぱり北カミだよね。北カミ市では今年の1月から北カミ健康福祉ポイント北ポの本格的な運用を始めました。健康づくり活動や社会参加活動を行った方にスマートフォンアプリを活用してポイントが付与されます。貯めたポイントは電子マネーと交換することができます。今回の白百合だよりではその北ポのアプリの使い方やポイントの貯め方を紹介していきます。日常的な運動習慣の定着や各種検診の受診率の向上を図り、生活習慣病の予防と病気の早期発見につなげるため、ウォーキングや健康づくりイベントへの参加などでポイントがたまる健康福祉ポイント北ポを開始しました。これはポイントの活用により健康意識への高まりや地域活動の自主的な取り組みにつなげていく事業です。令和4年1月から始まったこの北ポは、日々のウォーキングや健康診断、健康づくり教室への参加、市内で開催されるボランティア活動などに参加することで北ポが取得でき、電子マネーと交換することができます。それではここで実際に北ポアプリの使い方を見ていきましょう。まずは基本となる歩いて貯めるです。スマホを持って歩くとその歩数に応じたポイントが貯まります。2000歩以上で2ポイント、1万歩以上で15ポイントなど、歩数の多くなるほどポイントが多く付与されます。ウォーキングやランニングを行った後は、スモハアプリの歩数送信ボタンで歩数を送信して、その日の自分の歩数をチェックしましょう。また歩数はランキング形式で確認することもできます。歩数による自分の順位を全体順位だけでなく年代ごと、性別ごと、地区ごとの順位も確認することができます。以前窓口にいらっしゃった60代の女性の方が、同年代の人には負けたくないと上位に入ることを目指して頑張っているとお話しされていました。ご自身で目標を決めて取り組むことがやる気につながります。市ではさらにウォーキングを促進するため、ウォーキングコースを設定しています。6月30日まで、わが川ふれあい広場コースと岩崎城運動公園コースが対象となっています。チェックポイントをすべて通過すると、1コースごとに100ポイントを獲得できます。次に北ポをお得に獲得するための対象事業を紹介します。市が指定する健康づくりイベントに参加すると1回につき100ポイントを獲得できます。会場に設置されている QR コードをスマートフォンで読み取ることでポイントを獲得できます。天正地公園内を会場に北上マンスリーマラソンが10月まで毎月1回行われています。それでは出発進行。お疲
初回となった4月23日には県内各地の小学生から70代までの男女35人が参加して行われ、レストハウス側から産後橋までの 2.5 キロを2周するコースを駆け抜けました。こういった天気といいますか、走りやすい天候でまずは第1回の北上マンスリーランを開催できたことを非常に嬉しく思っております。体力作りですとか、または、人間関係といいますか、異世代交流の場を作っていただけるような、イベントにしていきたいと思っております。はい。北上マンスリーランの開催日は毎月第4土曜日午前8時から10時まで、参加料は無料です。保健子育て支援複合施設ホッコでは町の保健室が開催されています。ポールウォーキングなど継続しやすい運動体験のほか、シニア向けの健康講座や体組成計による体内年齢の測定などを行います。先生ですね、日本の整形外科の先生が日本で発案した新しい健康法です。左足、はい、歩きます。 GO。 4月26日に行われた町の保健室ではポールウォーキングで本国町児童公園まで歩きました。肩こりとか頭痛が少し和らぎます。はい、道具じゃなくてですね、筋トレとかストレッチもできます。でそのまま腕を左右に広げます。で起き上がって、はい、これ何の動きでしたでしょうか。その他会場では北上生き生き体操の DVD を見ながら体操を行いました。運動時間は午前10時15分から11時30分まで、月に4回程度開催されどなたでも参加できます。次回以降の日程はご覧の通りです。またツインボールプラザ立体駐車場を利用する場合は3時間無料となりますので、駐車券を持参してください。北上総合体育館ではヨガビリーが開催されています。ヨガビリーはヨガにリハビリや東洋医学を取り入れた内容で、足裏からしっかりほぐし体を動かすことで筋力の維持向上を図ります。今年度初回となった5月9日は15人が参加しました。次回は6月20日月曜日
午前10時30分から午前11時30分まで、18歳以上の方が対象で、事前申し込みが必要です。お問い合わせは、北上市体育協会、電話番号 0197-67-6720 までお願いします。その他、ポイント対象となるイベント情報は、アプリでお知らせするほか、市ホームページにてお知らせします。この他にも、各関係機関で企画しているイベントや、特定健康診査、がん検診などを受診して付与される検診受診ポイントやアンケートポイントなどがあります。年末に予定しているアンケートで、その年に受診した健康診断などの情報を回答すると、アンケートポイントに加え健康受診ポイントも獲得できます。健康診断、がん検診の回数によっては1000ポイント以上獲得できる可能性もあります。今からでも遅くないので、キタポをはじめて検診を積極的に受診していただければと思います。そして獲得したキタポを電子マネーに変換する方法です。獲得したポイントに応じて、それぞれアマゾンギフト券やナナコ、和音ポイントなどの電子マネーと交換することができます。電子マネーと交換できる金額は、1月から12月までに獲得したポイントによって決まります。3000ポイント以上だと3000円、4000ポイント以上だと4000円、5000ポイント以上だと5000円と交換できます。ただし、3000ポイント未満は電子マネーに交換できません。また最大で5000円までが交換可能ですので、ご注意ください。それでは最後に、北上健康福祉ポイントキタポの始め方をご紹介します。事前に準備するものは、1、スマートフォン、スマホアプリが利用できる対応機種がありますので、事前に一覧表でご確認ください。2、仮登録用のメールアドレス、現在利用中のもので即メールを受信できることをあらかじめご確認ください。3、ログイン ID、 4文字以上16文字以内の半角英数です。4、パスワード、8文字以上20文字以内の半角英数です。5、ニックネーム、本名など個人を特定するもの以外です。3から5はご自身で決めていただくことになります。スムーズな会員登録のため、あらかじめ決めておくことをお勧めします。なお、ログイン ID とパスワードがないとログインできませんので、ご注意ください。1、まずはアプリのダウンロードです。スマートフォンを準備してアプリをダウンロードします。自宅なら Wi-Fi などを利用し、固定回線の環境下で行うことで、ダウンロードがスムーズに行えます。Google Play、あるいは App Store から健康マイレージと検索してアプリをダウンロードします。2、次に会員登録です。アプリを起動し、主催団体コードの欄に KTKM と入力します。続いて、所属団体の選択画面になります。それぞれ利用される方の地域を選択してください。今回は黒沢尻西を選択しました。参加条件のほか、対応機種を確認し、次に進みます。北上健康福祉ポイント個人情報の取り扱いおよび健康マイレージサービス利用規約では、内容を最後まで読み、同意して進むを選択します。
ユーザー情報の入力では任意で身長、体重、歩幅を聞かれますが、未入力でも大丈夫です。申し込みの確認で入力した内容に誤りがなければ送信します。3. 最後にログインです。ログイン ID とパスワードを入力するとログインできます。この画面が表示されれば登録完了です。早速アプリをインストールしたスマートフォンを持ってウォーキングをしてみましょう。ウォーキング終了後にアプリを起動し、歩数送信を行うことによってウォーキングポイントが獲得できます。ウォーキングポイントはアプリを起動し歩数送信を行わないと反映されないため、1日1回など定期的な歩数送信を行うようにしましょう。ウォーキングポイントは1日の上限がありますので、特定の日だけたくさん歩くのではなく、毎日一定数歩くことが重要です。またウォーキングコースやイベントに参加して獲得できる100ポイントは8000歩を10日間続けたポイントと同じです。8万歩分のポイントを一度に獲得できるチャンスですので、ぜひポイント対象のイベント等に参加してください。イベント情報はアプリや市ホームページでお知らせしますので、ぜひチェックしてみてください。今まで健康に興味があまりなかった人は、キタポをきっかけとしてウォーキングなどの健康活動に取り組んでいただきたいと考えています。まだ始めていない方で興味を持った方は、ぜひアプリのダウンロードをお願いします。今後もキタポを通して性別・年齢を問わず、多くの方が楽しんで健康活動に励んでいただけるような取り組みを行っていきたいと考えています。新たに始まった健康福祉ポイントキタポ、お得に健康づくりができる仕組みです。皆さんもこの機会にぜひ健康づくりにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。